マリナー6号と7号は、1969年に、火星への平行飛行ミッションを始めていった、マリナー計画の探査機である。ミッションの目的は特に地球外生命の探索に、関連する将来の調査の基礎を確立するために、火星に接近通過を行い表面と大気を調査、将来の火星ミッションや、その他太陽から遠く離れた、長期間のミッションで必要となる技術を開発。 実証することである。また、マリナー6号は、5日後にマリナー7号が遭遇する、プログラミングに有用な経験と情報を提供した。火星の赤道と南極地方の上空を飛行して、リモートセンサーで大気と表面を分析し、数多くの画像を撮影して地球に送信した。偶然にも、両探査機とも通過したのが、クレーターだらけの地域の上空であったため、後に発見される。 巨大火山であるオリンポス山や赤道付近の巨大なマリネリス峡谷を逃してしまった。それでも接近撮影された画像は火星表面の約20%に及び地球からも長く見える暗い特徴が見られたが天文学者が見誤った運河は見つからなかった。以前のマリナー4号で撮影されたものより詳しい画像が全部で198枚撮影され地球に送信された。 両探査機とも火星の大気圏を調査した。両探査機による火星への最接近は1969年8月5日の2130マイルであった。マリナー6号と7号に積載された紫外線分光計はコロラド大学ボルダー校の大気宇宙物理学研究所の製造である。マリナー6号と7号のエンジニアリングモデルが現存し、ジェット推進研究所が所有している。 現在は大気宇宙物理学研究所に対応され、ロビーに展示されている。両探査機とも、現在は機能停止して、太陽周回軌道にある。マリナー6号と7号の探査機は、全く同一で、体格が 138.4cm で高さが 45.7cm の八角形を、下マグネシウム筐体で構成されている。筐体の上にある円錐形の上部構造には、 直径1メートルの氷特パラボラアンテナが乗っている。筐体の上端の角には、それぞれ21590センチメートルの太陽、電池パネルが4枚取り付けられ、展開して端から端までは5.79メートルある。氷特アンテナの隣にある高さ2.23メートルのマストには、無指向性の低時特アンテナが取り付けられている。八角形の筐体の底面には、 化学機器が格納された二軸の操作プラットフォームがある。化学機器全体の質量は 57.6kg で、探査機全体の高さは3.35メートルである。三機のジャイロ、太陽電池パネルの端に取り付けられた六機の窒素、ガスジェットが二組、可能オプス追跡機が一機、主太陽センサーが二機と補助太陽センサーが四機により、探査機は三軸姿勢を保つ。 ヒドラジンを推進剤とする水力 223N のロケットエンジンが筐体内に取り付けられ、4枚の分離翼付きのノズルが八角形の筐体の側面から飛び出している。4枚で7.7平方メートルの面積がある。太陽電池パネルに17,472セルの太陽電池があり、地球付近では800ワット、火星では449ワットの電力を供給できる。 必要な最大出力は火星接近時に380ワットである。また、1200Wh の銀は円蓄電池が予備電力として用いられる。熱の制御は宿泊側面の可変排熱口で行われる。通信用の回線が3チャンネル用意されていて、チャンネル A は813、または3313ビット S で、技術データにチャンネル B は6623、 または270ビット S で化学データに、チャンネル C は16、200ビット S で化学データに、それぞれ使われる。10W と 20W の S バンド進行破綻アンプの送信機が2台と受信機が1台あり、高利得と低利得のアンテナで通信が行われる。テレビ画像は容量が1億9500万ビットのアナログテープレコーダーに記録して、後で送信することができる。 他の科学データはデジタルレコーダーに記録される。中央コンピュータとシーケンサーからなるコマンドシステムは正確な時刻に特定のイベントを作動できるようになっている。打ち上げの前に標準的なミッションと予備の堅実的なミッションが CC&S にプログラムされたが飛行中に再プログラムすることも可能である。CC&S は十三個の直接コマンド。 5個の制御コマンド、4個の量的コマンドを実行することができる。ありがとうございます。